上空から見た八尾空港国土、交通省国土画像情報をもとに、作成八尾空港は、大阪府八尾市にある国管理空港。空港法に基づく空港の分類では、その他の空港に位置づけられている。関西圏のゼネラルアビエーションの拠点として利用されている。大阪市の南東約 14km にある空港。定期便の就航はなく、主として航空宣伝、写真測量、操縦訓練などの事業用や、自家用の小型航空機やヘリコプターの発着に利用されているほか、陸上自衛隊や消防、警察の航空隊が利用している。1933年に設置された阪神飛行学校の滑走路が前身。大日本帝国陸軍の飛行場などを経て、1956年から八尾飛行場として供用された。1961年に空港整備法上の第2種空港に指定され、1967年に八尾空港と改称された。2006年5月11日には、隣接地に航空法の高さ制限を超える違法構造物が建設されたため、離着陸への危険の恐れがあるとして、滑走路一本の閉鎖を余儀なくされたが、翌月12日、建造物の撤去に伴い閉鎖を解除した。2008年の空港法で、その他の空港に位置づけられたが、当分の間は国土交通大臣が設置、管理する空港で、国際航空輸送網または、国内航空輸送網の拠点となる空港とみなすとの経過措置が設けられた。設置者及び管理者は国土交通大臣で大阪航空局八尾空港事務所が管理する。運用時間は8時から19時30分の 11.5 時間で、空港への進入道路は22時から翌6時の間は閉鎖される。最大離陸重量 5.7 トンを超える航空機の使用は原則認められていない。八尾 VOR、DME は整備されているものの、管理官所は大阪空港事務所システム運用管理センターである。約180機の固定翼機やヘリコプターが常駐しており、小型ビジネスジェット機も常駐、飛来する。ただし、概要に記載された騒音規制をクリアした機体に限る。利用目的は固定翼機及び回転翼機を使用しての宣伝広告、写真測量、遊覧飛行、薬剤散布、操縦訓練等の産業航空、災害援助、海難援助、消火救難、海洋汚染パトロール、報道、ドクターヘリの給油、企業所有のビジネス航空機の運航整備基地などのほか、自家用航空機にも利用されており多種多様である。発着回数は着陸回数の概ね2倍である。空港管理状況調書より、自家用ヘリコプターサウスエプロン1490メートルと1200メートルの2本の滑走路があり、現在の日本では比較的珍しい2本の交差滑走路となっている。また、ノースエプロンとサウスエプロンが設けられている。次の事業者が事業所や格納庫などを設置し、業務用や自家用の航空機を配備している。大阪市消防局航空隊、大阪市基地内にある、その他の拠点施設と配備航空機は次の通り。陸上自衛隊大阪府警察、航空隊大阪市消防局、航空隊大阪府中部広域防災拠点。ありがとうございます。